焼肉店や焼き鳥店向けの食品衛生講座、食肉に由来する代表的な食中毒菌とその特徴についてです。焼肉店や焼き鳥店で、取り扱いの多い食品は食肉ですが、食肉のリスクはどこから来るのでしょうか。お肉はそもそも食中毒菌がついている可能性が高く、リスクの高い食品であることを意識しないといけません。特に、 生の状態はとても危険で、取り扱い時に二次汚染を起こしやすい食材です。食肉が原因とされる食中毒菌は様々ありますが、この動画では、その中で特に覚えておいていただきたい代表的な3つの食中毒菌、腸管出血性大腸菌、カンピロバクター、サルモネラ属菌についてご説明します。これらの食中毒菌の特徴を知ることで、 お店で気をつけるべきポイントが明確になります。まずは腸腸管出血性大腸菌です特徴として牛などの腸管内に存在し乾燥に強いことが挙げられます。この菌の怖いところは毒力の強いベロ毒素を出し少量の菌で発症してしまうことです。加熱には弱いため 通常は中心部まで十分に加熱ができていれば感染はしませんが、食肉を生や加熱不十分で食べて感染してしまう事例が多い食中毒です。これまで焼肉店で提供した食肉を生や加熱不足の状態で食べて感染した事例が多く報告されています。潜伏期間は12時間から72時間、症状は出血を伴う下痢、腹痛、発熱などで、 溶血性尿毒症症候群を発症し死亡してしまった事例もあります。乳幼児や高齢者では痙攣、昏睡脳症など特に重症化しやすくなることがあります。テンダライズ処理タンブリング処理決着処理など食肉の処理によって肉表面の汚染が内部まで浸透する危険があります。調理の際は 中心部まで十分に加熱することが特に必要です。過去に、このような処理がされた食肉を十分に加熱しなかったことで、O157 が残ってしまい、食中毒事件が発生しました。次にカンピロバクターです。この菌は低温に強く、少量の菌数でも発症してしまいます。例えば、焼肉店で生肉をつまんだ箸で、 焼けた肉を食べたことにより食中毒になったというケースもありますカンピロバクターは家畜の腸の中にいるため家畜が解体処理される際に食肉、特に鶏肉にこの菌が付着し汚染されることがありますまた、牛の肝臓では胆管を通じて肝臓内部まで菌が侵入することがありますこうして汚染された肉を生で食べたり生肉を触った手や 包丁、まな板などの調理器具から他の食品が汚染されることによって、細菌が体内に入る可能性があります。取り刺し、加熱不十分な焼き鳥での食中毒事例が多く発生しています。潜伏期間は2日から7日、症状は激しい下痢や腹痛、発熱、頭痛、筋肉痛が挙げられます。また、この菌で恐ろしいのが、 感染後にギランバレー症候群を発症する可能性があるということですこの病気はしびれや麻痺呼吸困難などの症状を起こしますカンピロバクターは食中毒の発生が多くここ数年は発生件数第2位を維持している状況ですお肉は新鮮だからといって安全ではありません実際に 食調処理後の鶏肉の67.4%からカンピロバクターが検出されたという報告があります。鶏刺しや鶏たたきのように鶏肉を生や半生状態で提供することは非常に危険です。あなたのお店は大丈夫ですかお店のメニューについて今一度見直しをしてみてください。続いてサルモネラ属菌です。 この菌も少量の菌で発症し、乾燥に強いのですが、加熱には弱いです。人やペット、家畜の糞便など、自然界に広く分布しているため、食肉から完全に除去することが困難です。特に鶏卵の汚染による食中毒事例が多い菌です。卵や肉に触れた手や調理器具を介して汚染された食品が原因となりますが、 卵を使用する際に前日に割り置きし菌が増殖して食中毒となった事例の報告もあります。割卵後は直ちに調理を行い割り置きはやめましょう。潜伏期間は6時間から72時間症状は嘔吐、水溶性下痢、発熱などで重篤な状態になったり死亡した事例もあります。 症状が治まっても長期間廃棄されるので調理に従事される方は自分自身が感染しないように注意しましょう皆さんは食中毒予防の3原則をご存知ですかつつけけなない、い、増やさないやさっつける、という予防の3原則がありますそれぞれについて見ていきましょうまず原則の1つ目つけないについてです 十分な手洗いが大切になります。手には食中毒菌がついていると思ってください。また、傷口や手荒れには黄色ブドウ吸菌という食中毒菌がいるため、傷があるときは手洗いに加え、傷口に絆創膏をつけて、その上から使い捨て手袋を着用するようにしてください。手荒れを予防するために、手のケアも行うと良いでしょう。手洗いは二度洗いが有効です。 手洗いの適切なタイミングは調理開始前生肉生魚生野菜に触れた後、盛り付け前トイレに行った後などですが手袋の交換もこまめに行ってくださいまた食中毒菌を体の中に補菌している可能性があるので胃腸炎症状がある場合など体調不良の時は調理しないでくださいまな板や包丁などの器具を 肉、魚、野菜で分けたり、使用後には消毒をして、食品に菌やウイルスをつけないように気をつけましょう。続いて原則の2つ目、増やさない、についてです。原材料の保管と、調理済み食品の保管方法がポイントです。食材を買った後は、速やかに冷蔵庫へ保管する。冷蔵庫内の温度が高くなってしまうので、詰め込みすぎないようにすること。 調理済み食品は常温で放置せずに10度以下もしくは65度以上で管理するようにしてください。なぜこの温度かというと10度から60度は危険温度帯と呼ばれていて菌が増えやすくなる温度だからです。危険な温度帯を避けて管理しましょう。続いて原則の3つ目、やっつけるについてです。 食材の十分な加熱が非常に重要です食材にはもともと食中毒菌がついていることがあるので十分に加熱してください加熱温度と時間は中心部が75度1分以上となるようにしましょう詳しい衛生管理についてはこちらの動画をご覧ください